カレッジフットボールの応援風景。ミシガン大学の本拠地ミシガンスタジアムは1試合平均11万人以上の観客動員数を誇る。カレッジフットボールはアメリカ合衆国の大学が参加して行われるアメリカンフットボールの大会をいう。プロリーグである NFL と並んでテレビなどでの放映が行われ、アメリカにおけるフットボール人気の一つの柱となるスポーツ大会である。アメリカ国内ではMLB や NBA と並ぶ、もしくはそれらを上回る人気を誇り、特に北米4大プロスポーツリーグのチームがない州や都市では、スポーツに対する最大の関心事の一つとなっている。毎年9月初め頃に開幕するシーズンでは、毎週末に試合が行われる。12月初旬までにレギュラーシーズンが終了し、11月末から翌年の年始にかけて、ボールゲーム及び、トーナメント大会が繰り広げられる。全米大学スポーツ協会加盟校は多くの場合地域ごとのカンファレンスに所属して活動する。そのカンファレンスはI部から3部のディビジョンに加入しており、さらにI部では最上位に位置するI部、FBS と下位のI部 FCS に細分化される。NCAA は各ディビジョンの全国チャンピオンを決める大会を主催するが、唯一I部、FBS に限っては主催しない。しかし NCAA 発足以前より事実上のチャンピオンを決める制度は存在する。1888年にイェール大学にコーチが就任し、全米チャンピオンに輝いて、以降、現在に至るカンファレンスランキング制度が整い始める。1888年以降のチャンピオン最多回数はアラバマ大学の17回である。以下、ノートルダム第13回、プリンストン第12回、ミシガン第11回、USC10 回、ピッツバーグ第9回、オハイオ州立オーパッ回、ハーバード大、オクラホマ第7回、ペンシルバニア大、ミネソタ第6回と続く。アメリカ国内では非常に人気の高いスポーツコンテンツである。ギャラップが2012年12月に行った世論調査によると、回答者の 49% がカレッジフットボールのファンだと答えており、48% のプロ野球、33% のプロバスケットボール、22% のプロアイスホッケーなどを上回った。カレッジフットボールの観客動員力は非常に高く、2012年シーズンでは1試合平均観客動員数が10万人を超える大学が4校、8万人を超える大学が17校、4万人を超える大学が60校であった。王座決定戦である BCS ナショナルチャンピオンシップゲームの視聴率も非常に高く、2013年のゲームでは 17.5% であった。これは2012年のワールドシリーズの平均視聴率の2倍以上であり、NFL やオリンピックを除いた場合、スポーツイベントとして年間最高視聴率であることが多い。経済規模も非常に大きく、2010年時点での主要カンファレンスの総収入は約22億ドル、利益は約11億ドルである。特に利益ではメジャーリーグなどを上回っている。米ケーブルスポーツ専門局の ESPN が結んだプレーオフ放映契約は12年間で総額73億ドル。レギュラーシーズンゲームは1シーズンあたり各チーム最大12試合までとされている。各校はそれぞれ自らが所属するカンファレンスの学校との対戦を行うほか、所属外のカンファレンスのチームとの対戦を行う。同一カンファレンス内の対戦成績によって、カンファレンス内部の順位は決定されるが、ボールゲームなどへの出場に関しては、所属外のカンファレンスのチームとの対戦成績も加味されて判断される。シーズン終了後は異なるカンファレンスのチームと対戦する交流戦、ボールゲームが開催される。2020年時点では40試合あるが、NCAA や各カンファレンスは主催しない。ボールゲームのうち2試合は、カレッジフットボール、プレーオフ準決勝となり、別途 CFP 決勝戦が行われる。各ボールは、招待枠がおおむね決まっており、CFP ランキングやシーズン成績によって選定される。2006年シーズン終了後の2007年1月8日から独立した BCS ナショナルチャンピオンシップゲームが実施されるようになった。その前は4つの BCS ボールゲームのうちの1つが毎年交代で年度全米一を決定するゲームの役割を果たしていた。なお、アイロンボールなどシーズン中のライバル対決にボールの名称がつく試合もある。NCAA はカレッジフットボールを以下のディビジョンに区分けしている。いわゆる一部リーグ、二部リーグなどに相当する。一部どこにも所属しない独立校もあるが、各大学のチームは通常、それぞれ特定のカンファレンスに所属している。カンファレンスは、ディビジョン及び地域ごとにまとめられた基本リーグとして機能する。レギュラーシーズンの成績は、それぞれのカンファレンスにおける優勝チームを決定するために用いられる。フットボールに限らず、NCAA のスポーツ全般に言えることだが、MLB を上回るほどの利益を上げながらも、あくまでアマチュアスポーツなので、ひねれが生じている。つまり、入場料や放映料、ライセンスなどによる膨大な収益を上げながらも、実際に試合で働いている選手たちに利益がいかず、運営側で独占していることが問題視されている。その一方で選手が奨学金以外の収入を得ることを禁止しているので批判の声も強い。例えば、ナール B のジム・ブラウンは、NCAA はおそらく神の創造物の中でも、最もあるまじきものだと批判している。その流れを受けて、大学のアメフト部の選手たちが、労働組合を組織するという動きも出ている。ありがとうございます。